ヴェルディでのデビュー戦ということになりました。まずいかがでしたか、ご自身のプレーは。プレーに関しては正直公式戦が去年の41節からで、約5ヶ月ぶりだったんで、やっぱり自分の中では早く出せって気持ちあったんですけど、いざ出てみるとやっぱり試合感だったり練習試合とは違う雰囲気だったり、そういうので、やっぱ試合感っていうのが大事なところで、15分ぐらいだったんですけど、オフサイド含めてそこで、結果出してヒーローになれればよかったんですけど、そこはちょっとまだまだ足りなかったなって感じました。試合間には少しこうまだまだなところあったかもしれないんですが、ただ仕掛けに行くところとかものすごく気持ちが感じられました。やっぱ俺もスタメンじゃないしアピールしなきゃいけないというところで、それプラスチーム勝たせるっていうところでやっぱゴールっていうのが欲しかったんで、そこを狙ってました。やっとヴェルディでのスタートっていうことになったんじゃないですか。そうですね。でも今日のプレーじゃまだまだ全然だったんで、そこも質上げて、もうちょい長い時間出たかったなっていうのが本音です。次の試合以降どんなプレーを見せていきたいですか。やっぱりヴェルディの外から見ててドリブルで仕掛ける選手っていうのが少ないっていう印象があって、でそこでやっぱり攻撃の部分でアクセントをつけられればなって思います。今後のプレーも楽しみにしています。サポーターの皆さんにも最後メッセージをいただいてよろしいですか。いつも忙しい中スタジアムまで足を運んでくれてありがとうございます。サポーターの人たちが満足できる試合をこれから続けていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。